いや、いろいろと、ね、学べる教養がつく、ね、いいチャンネルになってきたんじゃないですか。で、別カメラでもこういうふうに書いてありまして、正直こっちには言っとったやつの、スノマタは載ってますけど、一夜城は。あとはだってもう全然この地図でこれくらい離れてるところですかね、これの真ん中上あたりぐらいにあるらしいんで、全然別のところらしいんで、そっちの方はねまたの機会、ちょっと今日は無理だ多分。であっちの方行きたいもんね、もう一つの通った国宝がいっぱいあるよってなっとったところね、あれは西岐阜駅の方らしいんで、ここはまた別なのかな、ここは神社だな、何神社、裏から入っちゃったな、何神社だろう、分からないけど、せっかくですからね、こう乗ってきます。今ちょうどお見せしましたからね、お見せじゃない、ちょっと、いや、ここももう行ってこう、何神社、勝早神社、勝に早い、勝早神社かな、二拍手一拝、ほう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 、あ、結構こういうの書いてくれてあるのありがたいですね、あ、ちゃんと消毒液も用意してくれてある、ありがたいですね、消毒液代もちゃんと払わないといけませんね、これは。ほら、そうですね、いい感じですね、あ、いい感じの公園もありますよ、あ、神社のそこがそのまま歩いになってますね、あ、ブランコかけるになかなかブランコ率高いですね、ジャングルジムもちょっとなんか形が面白いですね、初めて見るな、こういう形、で、あ、この先は行き止まりってなってるな、まあまあ歩きです、細いところ抜けていきましょう、で、これがこっち行ったらあかんのか、こっちやっと隣で、こっちね、こっちから抜けたらいいみたいね、これはでも車ではね、なかなかこっちの方に入れませんからね、まあ車通れることはないですけど、なかなか地元で四日市でこういう細い道やったらね、まあ京北とかあっちの方行ったらね、よくありますけど、おー、自動ライター、すごい、自動、あ、遠隔だね、遠隔で車が近づいたら開くんだ、すげえ、めちゃくちゃ最先端な感じじゃないですか、すごいな、めっちゃ昭和のシャッターな感じ、新しい家ですよって感じのところで BM みたいな車がね、ポンと来てね、それで自動で遠隔で来ましたって言ったら、ああ、こういうサービスねってね、なりますけど、すごいですね、まあ、いや、水欲しい、涙が来ませんね、こっそり仕込んでありますね、こういうのがいっぱい。今のは結構驚いたな、まあ、さっきのペダルで踏むっていうのもね、手で接触しないようにっていうことなんでしょうけど、
めちゃくちゃ令和の最先端行ってるんじゃないですか、これ。すごいな。へえ。結構街の至るところにこの消火栓っていうのがあるのね。面白いですね。へえ。で、あ、さっきの、メイン通りとはまた違うみたいですけどね。戻ってきましたね。この学生服屋さんもね、なかなかですけど、この、ここにでも駄菓子屋さんがね、あるみたいなのね。ね、まあ、普通にあの、なんか置いてありますけど、残念な感じのやつ。で、ね、電気ついてないけど、お菓子置いてあるから、多分駄菓子屋さんで元気でやってんだろうな。日曜日は休みって感じなのかな。で、これなんかもう、普通に自販機も安いね。100円でね、売ってますもんね。チェリオとか、あとは聞いたことないの残ってますけど。へぇー。あれだけね、モンスターだけ200円ね。まあまあまあ。じゃあモンスター100円だったらちょっと、えらいこっちゃってなりますからね。自販機でね、他のお茶100円とかはありがたいですよね。他もいろいろとありますね。で、この道を、こっち行くとね、さっきの、ご案内してました、郵便局のところになりますよという塩梅でございます。まあでも散歩しやすいあれですね。撮影にはねちょっと風の音がだいぶ乗っちゃってるかもしれませんけど、あれ旧型タイプの PHS のアンテナだな。あれでもあの形状ってアステルがやってた形状なんだよな。嘘だ。あれか、集合住宅の上か。その手前の建物でいい味ありますしね。あ、いい香りする。ああ、これか、あれか、喫茶店か。あ、ちょうど風向きが、風上ですからね。あ、いい香りしてくるわ。ああ、コーヒーは UCC か。上島さんか。はいはい。あ、そうやね。上にあるから見えないな。あれ、ピッチだな。しかも、初期の旧規格のピッチだぞ。あれ、多分、NT、NTT じゃなくて、あれ、どうもアステルっぽいけどな。わかります?あの、ウィンサークルで、あの、日本図のやつ。あれ、日本だけでしょ。で、DDI ポケットの場合は、一番 PHS で本数が多いんでわかりやすいんですけど、4本から8本立ってるんですよ。あの、上にピンチ乗ってるのがね。4エレメントとか8エレメントっていう業界用語で読んだりするんですけど、あれ2エレメントなんですよね。2エレメントは採用してたのが NTT パーソナルとアステルだけなんですよ。で、あ、まあ、DDI ポケットも採用してたのは採用してたはずですけど、基本的にはもう全部4エレメント以上のね、高規格のものに置き換えたんで。だとすると、で、NTT パーソナルは、原則として、こういったところに作らずに、公衆電話のところに設定したんですよ。で、それから、ああいった建物のところを使ってやったのは、アステルと DDI ポケットなんですよね。で、DDI ポケットがあの手の規格のやつを今残してなかったはずなんで、もうウィルコムに変わる時には、2エレはなくなってた感じだったんで。ってことは、アステルっぽいなぁ。おー。いやー、なんでしょうね。電力会社の近くとかには大体多いんですけどね。アステル。ただもう本当にアステルは、形として残ってるものが、まず見当たらないんで、これは貴重なもの見れましたよ。で、ここは、音楽教室とかがいろいろあったりして、ああ、いい感じですね。
これなんかも商店だったのかな、松井さんってなっとるな、電気屋さんとかもあって、あ、いい感じですね。ここも松野商事ってなっとるから、あ、松野電気さんで、ここがあれだったのかな。で、上は集合住宅になっとったし、ここは老人介護施設なのかな。面白いな。ここは町の自転車屋さんね。はいはい、バイクもやってますよって感じね。はいはいはい。いやいやいや、楽しいじゃないですか。で、トライアングルはこっちなんですけど、ここは駐車場じゃないね。なかなかやばいですね。で、向こう側が、あれなんですね。そこが仕切られてるから、ここからは行けないんで。まあまあ、地元の歩きで来られる方はそこを抜けたらいいやって感じなんでしょうね。さあ、ご飯どうしような。何かいいご飯屋さんがあったらいいんやけど。今の時間多分、今何時だ？今、12時。おぉ。そうなるか。おぉ。これはな、最後のやつ、これ何の機械だ、何なんだ、トースター、え、何だろう。あとは分かりますよね、電気コンロにガス炊飯器なんだ。へえ、あ、であれガスコンロかね。へえ、で、あのね、ガスコンロです。これだけ何だろう、これだけ何、分かんねえ。あとは分かるけど、すげえ。電話番号の優先38回線8番で、あの、あの書き方、いわゆる手動交換機やった時のあのに伝える方法のやつですよね。すごいな。あの電話番号の書き方って、俺、資料とかでしか見たことねえわ。図書館とかに行って、昔の文献をね、いろいろと調査でね、まあそういうようなこともやってた人間なんで、そういう時に大正時代とかの、資料を見てると、その当時の広告みたいなやつがね、一緒にピラピラと載っとってね、そうするとあれな感じのやつがね、書いてありましたけどね。いやーすごいな。多分あれは昭和は昭和でしょうけどね、ナショナルってなっとるから、すごいな。ちなみにナショナルって今の若い子知らないんだよね。あの松下電器で、松下電器は分かんねえんだよね。あのパナソニックね、そうそうそう、昔はナショナルとパナソニックっていうブランドが松下電器だったのが、ナショナルがなくなってもう完全にパナソニックに統一されて、社名も今はパナソニックですよというところですね。まだパナソニックのパの字もなかったんじゃないかな、あの感じだとね。この辺は化粧品屋さんとかだったんだな。で、駅前まで戻ってきましたよというところですね。すごいなぁ。キャッシュレス決済対応なんだ。すごいな。結構最先端揃ってますね。お？自動で鳴るあれなんだ。あの、前を通ったら。ここは餅屋さんだったんだな。今はもう影響されてないのかな。ここはコスメ、こっちは空いてるみたいですね。という感じで戻ってきましたよと。いや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 、見応え抜群でしたね。
ここはパーラー家だよ、お食事処ってなってますけどね。いやー面白い巻きでしたね、水橋。まあお昼の時間使って、午前中使っていろいろと見えたんじゃないでしょうか。でどうしましたね、とりあえず、あでここね、だけ見とこうか。岐阜バス、名阪近鉄バスはこっちに乗り場があって、こっちはこっちで広いのね。で、こんな感じで大野のバスセンターとかあっちの方にも行くんだ。で北方バスターミナルにここから行けるのは1時間1本ぐらいですけどね。あれ土日になるとだいぶ減るな。でこっちはアンバチ温泉、温泉行けるんですって。今から次は13時7分だからちょっとだいぶ時間がありますけどね。アンパチ温泉、へえ、温泉いいですね。ちょっと温泉も入りたいな、言うて歩きまくってますからね。で、あ、旭大学のね、まあ、スクールバスみたいな感じで走らせてるのかな。本数はこんな感じなんだ。へえ、スクールバス、ですね。あ、そうか、無料で行けるんですね。ありがたいですね。あ、でも大丈夫、中京も無料送迎バスありますからね。あの上水駅からね、中京も出してますよ。ね、朝の、通学の時間帯なんかはすごい、ピストン輸送でね、やりますからね。そう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 。懐かしいな。こっちの方松の屋とかいろいろあるんやね。もしかしてね、屋台寿司もあるんだ。いいじゃないですかね。で、あ、やっぱまた時短になるんだ。あ、そうだ、19時半じゃね、ちょっとね、お寿司屋さんとしては厳しいですよね。これシフトが組みにくいんだよな、8時って。多分私が思うにね、これシフトがだいぶ組みにくいですよ、夜のお店。あの効率の良い感じにはならんよね。ちょっとここだけ渡ってみようか。やっぱこういうところがあると入りたくなるのがね、うちのチャンネルですから。これでも人渡っていいのかな、怖いな、ちょっと。おお、わ、声が響くし、これ狭いから怖いや。うう、電車走っていくし、で、北側に抜きましたね。4輪か、あ、こちらが走ってますね。お、背中だね、エブリは。あっちの方が走りやすいけどね。岐阜局なのかな。こっちの方がタクシーが多いんだ。あ、で、南にも北にもトイレ、公衆トイレがあるのはありがたいですね。駐輪場は触れましたよね。トイカも使えるみたい、便利ですね。まあ、チャリンコ便利だもんな、ここ。で、駅の南側には大きい駐輪場もありましたよね。で、ここは100円30分。軽自動車は市営なんだ。市営の駐車場。なんで市営が作るとこういう微妙な感じになるんでしょうね。あとは、今日は違う。今日は三越のいいところを紹介するあれでしたね。まあ、ここはあんま変わってないですね。富有柿発祥の地ってことでね。キオスクは今日は閉まってんな。はい、さあ。あ、あんなとこで格安切符の販売なんかもやってるわ。金瀬の北方駅のそばにあったしですよ。あ、そうだ、北方って言ったら、そうだ、金瀬あとは。あそこ行ったことねえな。ほんと数少ない行ったことのないところだけど。これは、ああ、でも結構売り切れ多いな。東京までの1万700円の、やつとか売ってますね。駅系がほとんどですね。在来線のやつとかもあるんだ。へぇー。小泉から一宮まで310円できるんだよね。安いな。JR ばっかし。あ、そっか、名鉄ないもんね。この前が。で、ジェフグルとか、グルメカードなんか持ってますね。図書カードもあるんだ。へぇー。面白いな。
新幹線はこういうありがたいですね、親切に。そう、繁忙期は使えないようなあれがあったりするんですよね。へー、ここはここで、こっちは何、駐車場、あ、駐輪場か。こっちはこっちで駐輪場があるんだ。いくらなの。こっちは1次利用80円なんだ。で月1300円から、あ、一月1300円からあるから、50円で考えたら20日で1000円やろ。あー、安いな、向こうの50円。そう考えると、うん、まあ毎日利用するならってところやか。あれ、四日市120円するよな、市営。40円も安いな、こっちの方が。いや、四日市もこれちょっとね、水欲しい80円で頑張ってますよね。四日市もちょっとここは頑張ってね、ちょっと100円とかね、まあね、80円とは言いませんからね。いや、でもね、四日市ならやっぱ4にこだわって40円とかにしてほしいな、ね、だったら、駐輪場の利用客はでも今でももう十分多いから感じなのかな、うん、もうちょっと増やしてもいい気がしますけどね、駐輪場とかね。どうでしょう、うん、これからね、あの、一応バスターミナルも作るらしいですかね、四日市、うん、そしたらね、パークアンドライドで、ね、そのパークアンドライドって自動車だけじゃないですからね。そうそうそう、そういう促進もやっちゃったらいいじゃん。へえ、とりあえずみずほはこれぐらいで一回閉めて、とりあえずあの残っとったあっちの方ね、工房大室のあっちの方攻めてみようと思いますよ。とりあえず電車に乗って、もう来たやつに乗りゃいいですからね。西岐阜に向かいましょう。